なこといいなできたらいいなあんな夢こんな夢いっぱいあるけどみんなみんなみんな叶えてくれる不思議なポッケで叶えてくれる空を自由に飛びたいなはいタケコプターアンパンパンとっても大好きドラえもん宿題当番試験にお使いあんなことこんなこと大変だけどみんなみんなみんな助けてくれる便利な道具で助けてくれるおもちゃの液体だそれ突撃アンパンパンとっても大好きドラえもんあんなとこいいな行けたらいいなこの国あの島たくさんあるけどみんなみんなみんな行かせてくれる未来の機会で叶えてくれる世界横に行きたいなどこでもとはアンパンパンとっても大好きドラえもんアンパンパンとっても大好きドラえもんを見てくれてありがとうございます。小崎のラジカセです。小崎くんの友人の吉田です。よろしくお願いします。今回はついに小崎くんが小崎のラジカセのサインを発表してくれるということで、はい、決定しました。もう前回前々回といろいろ小崎くんからもアイデア出してもらったり僭越ながら吉田からもいくつかアイデア出させてもらったりしましたけど、はい、それを経てついに決めたんだね、はい、決めました。お、どうですか出来としては。なんか無難に収まったなっていう。おお、そんなこと言うな。じゃあもうちょっと早速見せてもらう感じでもいいですか。いいですよ、お願いします。どどん、これを送りますね。あ、ちょっとお願いしますね。はい、いきます。どどん。はい、あ、間違えた、待って間違えた、やべ違う収録しちゃった。違った、よくないよ。誰だよ。あぶねー。全然違う人に送ってた今。はい、ちょっと送ります。はい、はい、気を取り直して。あ、かわいい。あ、結構いいね。でしょ。ちょっと待って。はい。え、ちょっと待って。はい。不思議のラジセって書いてある。あ、本当だ、間違えた。こう缶になるんですか。千一本足りなかった。ちょっともう一回書こう。ちょっと待って。ここに線が一個入ると。あ、なるほどね。ちゃんと小関のラジカセになるんですよ。はい、でさ、吉田くんがこの間考えたやつは、うんうん、このラジカセくんの下に、うん、小関のラジカセってカタカナで書いてたのよ。書いた書いた。そこにさ、まあ、もし余力があれば、うん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 、こういうちょっと筆記台でカッコつけたやつを入れるのはどうかなって。なるほど。あ、何小関図、あの、ブームボックス、小関のラジカセを筆記台みたいにしたやつを、うんうん、このラジカセくんの下にシャシャシャって入れることができたら、なんかその前やりたかったぐちゃぐちゃも入れられて、確かにね、全部全部盛りじゃん。確かにいいよ、それという、という、いいかもいいかも、結構良いかも。いいんじゃない、いいんじゃない、なんか可愛くていいと思う。可愛いよね、すぐ描けるし、多分、うん、す
素敵じゃん、ね、これからも多分小関君もしかしたらいろんなところに行って歌う機会とかあると思うんで、はい、ぜひその時は小関君にこの可愛いサインを書いてもらいに会いに行ってもらえると嬉しいなと思いますんで、よろしくお願いします。はい、ぜひとも会いに来てください。これじゃあ、僕が見に行ったらこれサイン書いてくれる？書くよ。本当に？どうしよう、何に書いてもらおうかな。何に書いてほしい？どうしよう、T シャツとか T シャツいいよ、書くよ。本当に？うん、やった。